Kanata. Hmm? I Misaki ni kokaku shita. Demo henji wa mada moratte nai. Omae ni wa chanto itte okitakatta. ちょっと待てよ。昨日の夜何してたんだよ。本当は兄貴と一緒にいたんじゃねえのか。どうなんだよ。いた。ごめん嘘ついて。よかったな、また一つ夢かなって。え、ずっと兄貴と両思いになりたかったんだろ。なんでそんなこと言うの。図星だろ。あんたっていつもそうだよね。人の話の聞きもしないでさ、自分勝手に何でも決めつけてさ。私の気持ちなんて。自分勝手なのお前だろ。人の気持ち全然考えてないのおめえじゃねえかよ。お前見てってイラつくんだよ。お前なんか来なきゃよかったんだよ。何それ。私だって。皆様、湘南を表現したコース料理はいかがでしたでしょうか。ここでチーフを務めましたシーズンズのシェフ柴崎かなたより挨拶がございます。今日皆様に食べていただいたメインディッシュは、自分の想像していたものとは全く違うものになってしまいました。想像を超えて最高のものができました。それができたのはある人のおかげです。そいつとはこの夏に初めて会いました。最初は絶対分かり合えないやつだって思ってました。
本当にイラつくし、いっつも調子狂わされて本当にイラつくんですけど、一緒にいると刺激もらえます。彼女のおかげで今日は自分でも想像できない料理を作ることができました。それがそこにいるパティシエの桜井美咲です。気づいたら彼女は俺の中で無くてはならない存在になっていました。本日はありがとうございました。捨てんじゃねえよ。持っとけっつったろ。千秋さん。美咲。お話ししたいことがあるんです。ん？私は美咲にお願いがあるんだけど。彼方のやつまた携帯忘れてさ、俺の代わりに届けてくれない？明日の仕込みで多分店戻ってると思うから。美咲の気持ちちゃんと伝えておいで。
し5分前に戻れるなら何をしますか。私はさっきの返事もイーストしたい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの間だとなんだかうまくいかない。はい、もしもし。かなたくん、ちょっといい？もし5分前に戻れるなら素直でいよう。カッコつけちゃってさ。うい、祝ってあげようと思って失恋記念に。え、ごめん。いや、そんなつもりじゃなかったんだって。ごめんって、そんな落ち込まないで。本当にごめん。冗談だよ。ふざけんなよ。マジで焦ったぞ。でもありがとう。乾杯。それでは兄ちゃんのために柴崎斗真一曲歌わせていただきます。いいよ。あんたに話したいことがあってきた。ねえ聞いて、話聞いて。あんたに返事しに来たって言ってんでしょ。あなたが好き。私が好きなのはかなたです。あんたのそばにずっといたい。俺はもう お前のことが好きじゃなくなった。